はい、皆さんこんば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 んは、佐藤隆一です。おうちドラゴンリターンズ、緊急事態延長を受けてですね、さらに2週間やれるのか、やってやろうじゃないかという感じで続けますけれども、今日は夕焼け事件という、自分の古いオリジナル、自分が高校時代の頃の思い出を歌った歌で、前に紹介した最後のジルバという1975年のシングルの B 面に入れた曲です。もう半世紀も前の歌です。で、一応やる前に一つだけ言ってきますけど、この歌の中にジュークボックスから雪が降るという、これアダモですかね、あの昔の曲が出てくるんですけれども、で今ジュークボックスってないですけれども、昔喫茶店にはそういう、こういう箱、冷蔵庫みたいな箱がありまして、そこにシングルのレコードが、100枚ぐらい入ってまして、でお金100円入れると、当時は何曲か2曲とか4曲とか聴けたんだと思いますけど、機械がアナログの機械がガチャッつって、そのレコードを取り出してテーブル、ターンテーブルに乗っけて自動的にかけてくれるという、そういう、まあ、音楽の自動販売機みたいなものがあったんですよ。で、まあそれがない時には店には有線放送ってやつがずっとかかってたんですけれども、で自分がね、高校時代によく行った喫茶店がありまして、京成大久保という駅にある、明石屋という、今はもうない店ですけれども、崖の3階ぐらいのところにですね、道路からその店に入るとですね、その店は、向こうが崖下でありまして、3階分ぐらい下で、その下に、連れ込み旅館って、今ラブホですね、ラブホがありまして、そこから男女が出てくるとみんなで喫茶店の前とか、お、来た来た来たとか言って見たりとかですね、学生服の制服の内ポケットにウイスキーの小瓶を忍ばせてコーラ頼んでコークハイにして飲んだりとかですね、タバコも吸いました。そういう、まあ背伸びをした大人の入り口の時に、まあその喫茶店でいろんな人に会いました。その喫茶店の常連の一人に、全く当時多分名前知られてなかった岡本麻美さんという詩人がいらっしゃいまして、後に吉田拓郎の作詞とかたくさん書いてる詩人ですね、泉谷茂さんの詩も書いてますけど、麻美さんと会って、いろんな話をして、当時 NHK のディレクターをされてて、 NHK の番組、若い子だもという番組に僕らバンドで出してもらったりとかしたこともありました。まあ、そういう懐かしい、喫茶店の高校時代の風景を歌った歌です。じゃあ、夕焼け事件を聞いてください。長い髪の男、腕組んでる女の子、カウンターに座り、何やらおしゃべり、彼氏いきなり怒鳴り、彼女うつむいて、男出て行く泣いてる、女の子外は雨、何があったのかよくは知らないが、許せないやつだと拳握る僕だった、唇噛んでる彼女、肩が震えてる、ジュークボックスは6月でも雪が降る、られない僕、お腹すかして帰ろうとすると、いきなり駆け込んでくる男、両手いっぱいの花、二人
立ち尽くしてこぼれ落ちる幸せ。恋人たちはああやって愛を深めるのか、我に返ってふとアホらしくなる僕。去年別れたあの子を思い出しながら、店を出れば目の前は夕焼け真っ赤。雪が降る、あなたは来ない。雪が降る重い心に、虚しい夢、白い涙、鳥は遊ぶ、夜は更ける、あなたは来ない。いくら呼んでも白い雪がただ降るばかり。事件を聞いていただきました。まあ自分がね18歳とか19歳ぐらいの頃の思い出を歌った歌ですけれども、まあ、歌は時代とともに、どんどん変わっていくんでですね、小道具とか、まあ、いろんなものはどんどん時代とそぐわなくなっていくんだろうと思いますけども、まあ感情はそんなにね、人間の感情はそんなコロコロ変わんないんじゃないかと思います。ということで、おじさんの歌を聞いていただきました。じゃあ、おうちドラゴンこれで終了します。また明晩お会いしましょう。佐藤隆一でした。